多分、人間というのはこういう構造でできれるっていう模式図を僕は以前考えたことがあります。一番上にキャラクターというのがあります。つまり皆さんに相対している部分ですね。どんなキャラだ。じゃあ皆さんも多分それぞれキャラがあると思います。ないっていう人は、キャラがまだ見つかってないとか、キャラが薄いとか、特定できないっていうことなんですね。このキャラの見つけ方に関してはちょっと今日の話ではないんですけども、おそらく皆さんから今見えている僕のキャラクターというのは、なんとなくこう話するのが好きで、なんていうか、小太りでですね。で、まあ中年男でみたいなキャラやと思います。これが一番上のキャラですね。話するのが好きになっちゃうのかな。話好き。で、このキャラの一段下に、見た目っていう。一番最初に誰かに相対するときっていうのは、まずパッと見た目なんですけど、その上にキャラクターが乗っかってるわけです。だからすごくペラペラ喋るやつとかですね、暗い雰囲気のやつとかいろいろあるでしょうけど、キャラクターなんですけど、その下の層に見た目っていうのがあります。で、この下にですね、行動。これは後でちょっと上下逆転しますね。教育生い立ち。その人のキャラクター把握のもっと原点になるもので、どんなその人の立ち振る舞いをしているのか、動きをしているのかですね。せかせか動いたり落ち着いていたりですね。もしくは体の一部分がなんかちょっと動かなかったり、いろんな行動のパターンがあると思うんです。で、どんな教育を受けているのか、教育をどのように受けているのかによって、おそらくボキャブラリー、言葉の使い方の複雑さとかですね、四文字熟語の多さとかですね、言葉の中に入ってくる外来語ですね。例えば僕今日話しながら、ボキャブラリーって言葉が今まで使った言葉の中で一番難しいぐらい外来語が少ないです。これは僕が受けている教育程度が割と低い目のところに設定されているからです。生い立ちです。今僕は標準語で喋ってますけども、注意をしたとすぐ大阪弁に戻っていきます。これは大阪に行ってて、大阪出身やからですね。大阪にいててっていう言い方になります。で、その下にですね、属性。まあこれは主に性別とか国籍やと思うんですよ。その人間を特定する個性みたいなもの、お話を今してるんですけど、一番上のパッと見た第一印象から見て、これ上の方から人が見てると思うんですよね。上の方から下に向かって見るんですけど、キャラクター、その次に見た目、その次に行動とか教育とか生い立ちを見て、その下に言われると属性っていうのが関わってくる。で、さらにその下に性格というのが、上からですね、人間というのはどういうふうに他人を見るのかです。まずはキャラだと把握して、次に見た目。その人の行動、教育、生い立ち、属性、男か女か、もしくは何国人か。で、性格。僕らはこういうふうな順番で、心が、行動ができています。で、この下にですね、全人類共通の本能というのがあるわけですね。これはあんまり一言に変わりません。もう生き物ですから、男であろうと女であろうと老人であろうと子供であろうとあまり変わらないんです。で、この間に僕があると仮説しているものが今日お話する一つのタイプです。欲求の偏りですね。なので、僕らはですね、ついつい外面だけで人を判断するとかですね、内面でもっと見てくれっていう場合っていうのは、ここを使うわけですね。これが、僕らが考える外面です。で、僕らが考える内面っていうのは、もっと内面的な自分っていうか、自分の中身を見てくれっていう時っていうのは、性格とかですね、どんな風に生まれてきたかとか、どんな風に育ってきたのかっていうのを見てほしいっていうふうに考えるんですけども、僕はそれのもう一段奥。で、全人類共通の本能との間ぐらいの領域に、性格というか、欲求の偏りの4つのタイプがあると思います。で、これはちょっと中東的な話になったのでですね。例えば僕で言えばさっき、このキャラ、見た目、行動、属性みたいなものでっていうのを説明しました。で、この4つのタイプで言うと僕は注目型と言われるやつです。で、ここの皆さんもおそらく4分の1ぐらいが注目型です。この他に4つのタイプ、これから説明するやつには、注目、指令、法則、理想ってなるんですけども、今日ここに来ていらっしゃる皆さんは、この4つのタイプのうちどれかに属します。で、今の話を聞いて、反射的に自分はどこにも属さないとか、人間はタイプに分けられないと考えた人は、全員この理想に入っています。で、早くも自分は何とか型に違いないと、早がてを始めた人は注目です。
で、なんか分からへんけど、役に立ちそうやったら、今日、覚えて帰って、早速今晩使おうと思ってる人は指令が当たって、何か売りつけられるに違いないから注意しようと思ってる人は当然だ。なぜこのパターンやと思ってください。はい、お疲れ様でした。急にね、画質が良くなりましたね。いやー、わずか7年前でもあの画質で僕らは耐えれたんだっていうふうに思いますけどもですね。今話してたのが、ここに出していた模式図のですね、人間の性格というかですね、内面のあり方っていうのはどういうふうになってるのかっていう話で出してました。つまり、一番上、他人から一番見えやすいところにキャラとですね、見た目っていうのがある。これを外面っていうふうに僕は呼んでます。外面、外面。で、その下に、その人の行動習慣、受けた教育、生い立ち、で、属性ですね、性別とか国籍、性格、ここら辺を僕らは内面というふうに呼んでます。で、外面だけで判断するのはもっと内面を見てほしいという人は、だいたいこの下のことを言ってるんですけどもですね、その下というと普通考えるのが、そこから下はもう本能っていうことになっちゃうんですね。つまり、種の保存本能があるとか、生存本能があるとかですね、まあもしくは食欲があるとかですね、睡眠欲があるとかですね、そういうやつは本能レベルというふうに言ってるんですよ。で、この本能と性格って以上のですね、やつだけではどうも説明できない偏りがあるというふうなことで、その偏りを説明するために、まあ先週から説明しているのが4タイプというやつなんですね。で、これ流してる時にですね、みんなから出てきたコメントの中で、まあまあ、ちょっと答えようと思ったのがですね、本当にそんなに綺麗に4つに分かれるのかってことだったんですけど、これね、割とね、実は4つに分かれるんですよ。っていうのは、2005年からね、2008年ぐらいだったと思うんですけども、4年連続で僕は立教大学のですね、社会学の講義で、特別講義で呼ばれたんですね。でも大体毎年同じ時期に呼ばれてですね、で、その立教大学の講義は1年生、2年生が全員受けれる講義だったんですよ。で、その全員受けられる講義がですね、受ける人数が、1200人ぐらいいたんですね。で、このね、1200人っていうのは、データを取るにはすごくいい数だったのでですね、その1200人を対象にしてですね、立教大学というのは講義を受けた後、リアクションシートというのを返さなきゃいけないんですね。で、リアクションシートに僕これの説明して、で、テストをその場で口頭でやるわけですね。まず、こういうタイプの人、こういうタイプの人っていうふうに、こういう場合はあなたはどうしますか、どう考えますかっていうのをですね、イエスノー形式でですね、だいたい25問から30問ぐらい学生に出すんですよ。で、それを点数つけてもらって、まあ、もちろん問題用紙も配るんですよ。で、つけてもらって、自分が何タイプだったか書いてくださいっていうふうにやってたんですけど、そうすると、一番少ない時でだいたい870人ぐらいかな。で、一番多い時に1200人ぐらいいたんですよ。立教大学の毎年やってる社会学の講義で。で、それやるとですね、もうほぼ綺麗に4分の1ぐらいの数字に指令、理想、法則、注目というふうに分かれたので、ああ、なるほどと、これって大規模にやればやるほど、ちゃんと4分の1になっていくんだと。確かにね、20人とか30人ぐらいを対象にやってると、偏りがあるんですね。あとは、美術系の学校、お茶の水美術学校とかそういうふうなところでやったときは、やっぱりね、理想型が多いとかですね、そういうふうな偏りはあったんですけども、ほぼ一般の大学でやったら、この立教大学以外にもいろんなところで試したんですけども、2、300人以上のところでやると、綺麗に4分の1ぐらいになりました。朝日新聞の、新聞社の中の講演ホールでもやった時があるんですけど、それもやっぱりね、ほとんど4分の1になったのを僕は覚えてます。なので、まあ、こういうデータがあるので僕は、これはほぼ4分の1と考えてもいいんだなと思います。ただ、この4分の1っていうのは僕が口で、テストの目的っていうのを説明しながらなんです。で、自己判定ではなくて、この問題こういう意味で、これどういうふうに考えるのかっていうとっていうのを、いちいち解説すると、だんだんこう、正しいところに行くんですけど。じゃあ、なんで4分の1なのかっていうのをまた今コメントであったんですけど、なんで4分の1かっていうと、だからそれはね、かなりね、複雑な話なので、ちょっと後ろの方に置いときます。なんでそういうふうなものを、人間は必要としているのかということになってくるんですね。つまり、本能だけでいいはずなのに、なんでこんなめんどくさい4タイプっていうのが存在するのかというと、それがあった方が都合がいいからなんですけども、ちょっとそれはもっと後で説明します。で、この1000人ぐらいは無理なんですけども、2、300人ぐらいの時に僕がやってるのが、一番最初にテストやるんですね。で、テストやって、で、指令型、注目型、法則型、理想型と別の席に座ってもらうんですよ。別の席っていうかですね。会場全体を4つに分けて、別に
同じ一つの会場の中ですよ。で、四つのグループに分けて座ってもらって、各グループごとに、あなたたちはあいつらのことがなんか苦手でしょって話し方するんですね。で、それに対してあなたたちは、こっちのこの人らをなんとなく羨ましく感じてますよねって、のを具体的に話すんですよ。そうすると教室の中で、そのフロアの中で、どんどん一体感というのが生まれてくると。確かに言われてみれば、自分の中で、この人を憧れる気持ちと、こういう人を蔑む気持ちがあるなというのを、優位劣位の法則というやつでやると、すごいわかりやすくなるんですね。で、まあ、大体ですね、あんたらが好きになるような相手というのは、男にしても女にしてもですね、相手というのは大体ここにいるんだよと。でも実際に付き合うのは、こんな奴らなんだよというふうにですね、こう、決めつけていって、まあ、だんだん楽しい雰囲気。まあ、まず、これはまあ遊びなんですよ。新手の洗脳ですねって書かれたんですけど、洗脳というのはそれをすることによって利益を得ることを洗脳というのであってですね、僕は別にこれで全くと言っていいほど悲しいほど本も売れてないですし、利益も得てないので、洗脳行為かもわかりませんが、洗脳利益は得てないよな。ということでやってました。個体維持のためだけだったら、もこの図表に戻りますけども、本能で OK のはずなんですよ。しかし、か弱い猿は、つまり人類の祖先はですね、その、社会集団というのを維持するために、この4タイプっていうのができたんではないかなというふうに僕は考えています。ちょっとですね、まあ、先週放送した後でお便り来たんでお便り読みます。法則型カッコ仮さん、30代の男性ですね。4タイプ私は法則型でした。私はこの話が好きです。というのもこの4タイプを利用して実際に成功体験をしたからです。ある日私はしょうもない不注意で母を猛烈に怒らせました。謝罪して機嫌を取ろうと思ったけど、いつも逆に母を怒らせてしまいます。この法則型の人はいつもお母さんに怒られた時にですね、機嫌を取ろうとしたら逆に怒られるんですね。今回の失敗の原因がどこにあったのかを明確にし、次回からはここを改善したので、もう同じようなミスは起こさない。これが私自身が一番納得する謝罪です。だからいつもそうやって謝っては母をまた怒らせてました。ところが岡田ゼミの4タイプ講義では、これは法則型にしか通用しない謝罪だそうです。4タイプに当てはめると母は司令型でした。母との思い出を振り返ると、小学校の頃から運動会でのかけっこで私が負けると、私本人より母の方が悔しそうでした。集団下校で私だけ友達から仲間外れにされて一人で帰ってきた時、私は一人が好きなので問題がないのに、母はこれはいじめだと怒り狂って学校に電話をかけました。このあたりの理解できなかった母の行動が、この4タイプで納得いきました。そして今回、母への謝罪です。司令型には手土産を持って謝罪すると効果的とあったので、早速実践してみました。正直私にとって手土産を持っての謝罪は逆効果にしか思えません。失敗の原因を明らかにすることもなく、物で釣ってはぐらかそうとしてるからです。これは私がやられたら不快になります。しかし結果は大成功でした。母は私の不手際を許しただけでなく、つまらないことで怒っていたことを詫びて、さらに久しぶりに息子から物をもらったと喜んで泣いていましたと。私もその時よくわからないけど泣きましたと。この成功体験から4タイプは人生に対して有用であると私の中で判断され、会社や友達付き合いの中でも、あの人はこのタイプだと当てはまるようになって人付き合いが楽になったような気がしますと。まあ、こんだけ読んでみると、なんか週刊誌の怪しげな広告みたいなんですけども、繰り返しますが、これで儲けようと全然思ってませんからですね。こっから先の秘密は、限定でないと見れませんとか、プレミアムないと見れませんって話では全くないんですよ、本当に。使えるから使った方がいいよって話なんですけども、このやっぱりね、司令型のものを、ものをもらったら何でもいいって言うんじゃないんですよ。そのものっていうのが、ちょっと無理している高級な感じのものであると意味がないんですけども、まあ、基本的にはですね、相手のことを完全に理解する必要はないというのが、この話で僕はしようとしたことなんですよね。つまり、理想型、法則型、指令型、注目型っていうふうに分けるのは何のためかっていうと、このタイプは自分には理解できないから、作動原理だけ分かっていれば、この人を怒らせたりしないっていうことが分かっていればいいと。で、このタイプは私に隣に合ってるタイプだから、自分がこういう気分の時といつも同じような人なんだなというふうに思っておけば間違いないと。そういうふうになんか説明してるんですけども、大阪大学の講義を利用したですね、とりあえず無料での説明というのの第一弾はここら辺です。で、それぞれのタイプのですね、男性、女性を口説くのも、
全然違います。司令型に対して言えばもう、これ基本はですね、はしごって僕呼んでるんですけども、司令型の女の人の恋愛は、はしごを登るがごとしなんですよ。ちょっと自分より上の社会的ポジションか、なんか自分よりちょっと不釣り合いかなというような、ちょっと上の男を必ず好きになるんですね。そいつをガッと掴むんですよ。で、好きですっていうふうに自分からちゃんと追いかけて、付き合い出すと、そいつがだんだん下になってくるんですね。あ、はしごですか。だからそれと、ふんって次になるんですね。これが、こう、司令型の恋愛なので、もし司令型の人を好きになったら、好きと言ってはいけない。恋愛の駆け引きみたいなものを、この司令と理想の人たちっていうのはやりますので。で、理想の人は駆け引きといっても無意識にやりますけど、司令はかなり意識的にやりますから、いかに自分があなたのことを好きではないけど気があるかというのを見せるっていうのは、司令に対するやり方です。で、女の人向けにルールズっていう本があってですね、まあ、あれを読まれると男心ってかなり手段を取られるんですけども、ルールズで相手にしてる、対象にしてるのは大体の司令の人なんですけど、女性の方はルールズを読むといいと思います。で、基本この司令の人を好きになってしまった場合は、自分から好き好き好きって言うと、自分は安全牌の中に入っちゃうんですね。だから、この人がいよいよ適齢期を過ぎてしまって、もうどこにも嫁に行けないわという場合に落ちてくる場合はありますけれども、それ以外の場合は、相手にとっていかに自分が価値があって、そしてあなたには手に入りにくい存在で、でも今だったら半額で手に入りますよ、みたいな。それが成功ポイントです。法則に対して恋愛感情を持ってしまったら、かなり難しいです。っていうのは、この人たちは恋愛というのをしないことはないんですけども、自分の感情が見えないからなんです。この注目に対して、僕みたいな注目型は自分の感情が常に見えます。目の前にある札みたいなものです。こういうふうに目の前にバーンってぶら下がってます。自分が何かを好きだったら好きってぶら下がってるんですけど。ところが、放送の人は自分の頭の後ろについてるんです。私この人好きやろ、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 好きやろって永遠に見えないぐらいわけがわかんないんです。放送の人は自分の恋愛を自覚するのは、彼氏と電話してるときに、ふっと鏡を見たら自分がニヤニヤ笑ってたときです。あ、私笑ってる。私この人好きなのかっていうような、自分の行動を客観的に見たときに、彼氏のところに行くときに、スキップしてる自分に気がついて恥ずかしい。これがこの放送に対する恋愛の自覚なんです。なので、恋愛というか、付き合おうよという関係に持っていくのが大変難しい。なので、法則型の人を好きになってしまった場合は、野生動物を手なずけるんです。まず、半径2メートル以内に行って、いつも仲いいふりをするんです。で、法則型は大体どうでもいい趣味を持ってます。三国志死ぬほど好きです。大体どうでもいいの。それを心から面白そうに聞いてあげます。できれば同じ趣味を共有すればよろしい。っていうのは、この人たちにとって恋愛っていうのは、中国型にとって恋愛っていうのは瞬間によって起こる一目惚れなどだとしたら、法則にとって一目惚れは永遠に起こらないんです。法則にとっての恋愛は積み立て貯金です。毎日毎日、ちょっとずつ一緒にいたら、この法則型は、ある日あなたが一緒にいても嫌でなくなります。それがもう恋愛のゴーサインです。で、それ以上こいつらが好きにならせるって考えないことです。ただしこいつらは積み立てなので、もう自分は結婚して恋愛なんかと思った、終わったと思っていてもまだ積み立ては進行してますので、かなり長期的に自分のことを好きになってくれます。逆ですね。3日で終わる。30年続くんだけどスロースタート。だから、法則の人を好きになってしまったら、とにかく近くに行って、あまり好きだと言わないですね。僕はちょっとツイッターでも書いたことがあるんですけど、一緒にいると楽しいっていうふうなことを繰り返してるぐらいが法則を解くときの最も安全な方法です。で、理想に関しては理想型の人を好きになってしまった場合は、たまたま向こうが好きになってくれたら一番いいですね。相思相愛の状態で。その場合、この理想にとっては、この世の中は師匠か弟子しかないんですね。師匠と弟子と敵ですから。なので、誰かのことを好きになるときは、その人の全てを好きにならないと自分はダメだと思っちゃうんです。それぐらい、
なんていうかな、その修行僧のような恋愛をしますので、理想の人を好きになってしまったら、自分が修行僧みたいになるしかないんです。つまり、相手が何が好きなのかっていうと、全部好きになって、相手のいい面も悪い面もって言ったら、変な言い方なんですけども、その人が大事にしてるというものを、すべて一緒に好きになるみたいな考え方をすると、理想型の人は、あなたのことを好きになってくれないかもわかんないけど、弟子というふうに思い出します。弟子として身近に置いといて、だんだん好きになるということは可能なんです。ただし理想型の人と恋愛をしても、その理想型の人が別の師匠を見つけてしまったら、常に浮気されてるというふうにはなってしまいます。これはもうしょうがないことですね。で、ただ、その理想型の人は心の中に何人も弟子がいるのでですね、独占する必要はないと思います。以上ですね、各タイプごとのこの、口説き方、みたいなものですね。まあ、応用編として別れ方というのがあります。どのようにしたらこいつらと手が切れるのか。まあ、今のやつを逆に利用したらいいわけです。つまり、いや、正直好きじゃなくなったって言ったら、これともう、しお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 ってができます。で、その時に、できれば他の友達から、でも、なんとかさんがあんたのこと好きと言ってたって言われたら、そいつは、なんか急に元気になってきますから、代案を与えるってなったんですね。そういう人たちにとっては多分、恥ずかしくない引き際を与えることが大事ですね。この人にとっては多分、痛くない着地点を探すってことだと思うし、この人にとっては、お互い目指してる方向が違うっていうのが分かるっていうことだと思うんです。4タイプはですね、自分へのですね、性格分析というよりも、他人への理解の方が役に立つんですね。というのは何度も言ってるように、自分の分析、自分を4タイプで当てはまるとというのは、割と間違いやすいんですけど、人を当てはめるときは割と間違えないんですよ。こういうのをですね、各タイプごとに、次のですね、講演の映像で説明します。今日の講演がですね、人生を変えるというふうに言ってるんですけども、この4タイプというのを使い方はですね、自分が分かるというのはいいことなんですけども、僕は別に自分が注目型だと分かって、あ、俺は目立ちたがりなんだな、人に使いたいんだなと分かったからといって、別に僕の人生に何かプラスというのはそんなにないわけです。何に使えるのかというと、これまで分からなかった人たちの行動原理が劇的に分かるんです。劇的なのはどういうふうなことかというと、実は僕らが考える人間の内面、ですね。その人たちの複雑さっていうのは、この階層でできてるんですけども、そこの方から抑えれば抑えるほど分かりやすいです。例えば、本能レベルですね。生物での本能として、人間っていうのは、例えば、火を見たら怖がる。暗闇は怖がる。落ちるときに怖がる。で、お腹が空いたら不安になる。いろんな行動原理があるんですけど、これは全人類共通だから分かりやすいです。でそこから上になってくると、性格とかですね、属性とか、生い立ちになってくると、バリエーションが多すぎるから、絶対法則というのはほとんどないんですね。こんな場合どういうふうにすればいいかとか、どんなふうに謝ればいいかとか、どんなふうにプロポーズすればいいのかというのは、この、こっから上の領域に関しては、ほぼ法則がないと僕は思ってるんです。あまりにも複雑すぎるから。で、ここに関して言えば、あまりにも単純すぎるから使いにくいんです。例えばこの本能のレベルで言うと、女の人がイケメンとか、あとなんでしょう、スポーツマンが好きなのはなんでかというと、それは遺伝子レベルでの有利さがあるか、よく言われます。つまり、顔がいい男の人と結婚したら生まれてくる子供が顔が良くなる。そうすると、現代では顔がいい男や女は無条件で他の属性よりも何十パーセントも得だから。だから女性としては、どうしてもそういう子供を産んで有利に育てるために顔がいい男を行う。女の人が現代の社会においてイケメンを好むというのは、現代社会自体がイケメンとか美少女に対して大変有利な社会になっているから。これが本能レベルの説明です。大変応用範囲が広い割に、あまりに当たり前すぎるし、イケメンでない僕らにとっては何の役にも立たないんですね。ですね。で、こっから上の方は、あまりにも複雑すぎて使いにくいんです。ところが、この4タイプは4つのタイプしかないというふうに、決めてますので、応用が効きやすいですね。例えば、謝り方です。ここから先はもう本当に皆さん自身というよりは、皆さんが周りにいる人ですね、自分の周りにいる人たちを思い浮かべながら聞いてください。注目型に対する謝り方ですね。つまり僕みたいなタイプに対する謝り方は、もうごく簡単で、泣いて謝るって、もう一番簡単です。ごめんなさいって言うんですね。で、ごめんなさいって謝りすると僕が罪の意識持っちゃうんですね、注目型って。こんなに謝らせてる私ってなんか悪者なんちゃうっていう感じやから、
適当なところでおちゃらけて、こう、ええ感じで引き顔を用意するっていうのが、中国型に対する誤り方って最も正しいです。で、それを絶対にやってはいけないのが法則型です。どんなに誤ってもこの法則型には不利で、なぜこのような事態になったのか。今後それをしないために私はこのような方策を考えている。で、そのことに関してはあなたにちゃんと報告するし、できなかったらできないというふうにもう一回言いますという形で、法連相ですね。報告連絡相談的な誤り方をすると、法則型の人は許すというよりは、その件に関してはもう OK してくれます。で、指令型は、物を持って謝りに行く。すいませんでしたと言って、金を払うか物を渡すです。つまり、これはあなたに対して、貸しが発生しましたというのははっきり認めて、次で何倍かにしてお返ししますとか、次こういうふうにしますというような、必ず相手に対する交換条件というのを手に持っていくことです。理想型に関しては、僕にしてみれば謝るときっていうのは、なんで僕はお前の気持ちがわからなかったんだろう、すまないって謝るようにしてます。理想型にとっては、その、自分の理想が全てなので、逆に言えば、その理想を分かってくれる人に関しては、ものすごく許容量が広くなるんです。だから、極悪人とも付き合えるし、犯罪者でも自分の恋人とかできちゃうんです。それはなんでかっていうと、その人の気持ちを自分だけが分かった。そして、私のことをこの人だけが分かってくれたっていうことになると、この人にとっては赤い糸っていうのが、バーンって貼られてしまうから。ですね、なので理想型の人に謝るときというのは絶対に怒っている理由っていうのがあって、その理由っていうのはなんで怒らせたのかというと、あなたに対する理解が私は足りなかったからだという地点に立って謝れば許してくれる可能性が高いんです。なので皆さんが謝るときに、このまず相手の見極めをしてから謝らないとかなり無意味になります。で、念のために相手が法則だと思ったら、指令っぽい部分と理想っぽい部分を同時に持っていけば安全です。この両側を押さえるんです。中国の人は理想っぽい部分と指令っぽい部分を持っていったら安全だし、指令型の人に謝るときには、主に指令型に対する謝り方、さっき言った、ちゃんと取引を持ちかけるっていうのは謝り方であるのと同時に、ものすごく頭を下げて、今後自分がどういうふうにするのかっていうのを言えば大丈夫です。決して自己満足の謝り方をしない。例えば僕は、注目ですから、謝るときっていうのは一番簡単に考えるのは坊主にするんです。坊主にして自分のこの謝る気持ちを分かってもらおうって言うんですけども、せいぜい分かってくれるのはこいつだけです。この人はなんかもうその、一回笑って許してくれるか分かんないですけど、その時はもう僕を相当下に見てます。で、これに関しては、ドン引きなだけです。全く謝り方が違うんです。この番組見てる人の中でも知ってる人かなりいると思うんですけども、一応これが僕が考えた4タイプっていうやつです。人間はですね、4つのタイプに分類されると。で、まあ、抽象的で外交的。何か原因があった時、外側に原因を求める外交的。何か物事があった時、原因を自分に求める内向的な人と。っていうふうに上下に分かれて。で、その中で割と抽象的な人が注目型っていうですね。目立つのが大好きでですね。まあなんか人に好かれたいと思ってる人。これ僕なんですけど、僕もそうです。で、同じようにですね、外交的であってですね、より具体的なのが指令型って言われる。まあその、目立ちたがりじゃないんですよね。仕切り屋っていうふうに言うんでしょうか。仕切り屋でですね、人にですね、まあ勝つのが大好きという人。で、この下にある法則型っていうのが、自分の原因を自分の方に求める指令が、法則型っていうのは何かっていうと、まあ、物事のですね、原因を知るのが大好きタイプですね。で、反対がこちら側にある理想型っていうのはですね、まあ、いわゆる職人肌っていうことで、何か自分ができるようになるのが大好き。まあ、子供の頃どうやって遊んでたかですね。とにかくみんなと一緒にかけっこしようというふうな話、競争をして、おまけにそれができるだけ自分が有利な、競技を選ぶのが指令型なんです。で、それに対して理想型っていうのはほぼ、自分が何ができるのかが大事だから、一人で運転やってたりですね、一人で絵を描いてたりすることがすごく多い。で、法則型は同じ一人でも、アリをずっと観察してたりと、そういうタイプです。注目型は、その中でみんなからできるだけ仲間外れにならないようについていったり、中心にいようとするタイプなんですけども、
っていうのを話して、さあ皆さんどのタイプですかというふうなことで、その学生さんの、いろいろ話してて、で、おまけにこれのそれぞれの優位劣位の関係、これ、右回りに優位の関係がある。例えば注目型は指令型のになんとなく憧れてしまって、で、理想型をなんとなく下に見てしまう。指令型は法則型になんとなく憧れてしまって、で、注目型をなんか泣き虫だとかですね、人の機嫌を取ろうというふうに思ってしまう。法則型で理想型に対して、うわぁ、なんか一筋に燃えてる人ってすごいってなんとなく憧れてしまって、指令型の、とりあえず勝とうとかブランドものが大好きってそういうようなところをバカにすると。こういう右回りの法則が発生するというような話をしてたんですね。で、今回話したのは何かというと、それ学生に話してる時にですね、ふっと思いついて、そういえば前々から思ったことがあるんだけど、これほぼ外見というか着てる服で、見分けつくなというふうに思ったんですよ。っていうのは、注目型ってね、痛いんですよ、基本的に服が。これね、俺を含めてそうなんですけど、いつもですね、T シャツコーナー見たら変だと思いません。あんな T シャツ買うの。で、買った T シャツね、俺全部着てるんですよ。で、今日も実は本番前にここに、星のチェーンをぐる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 巻いて、これで出ようかなと思って周りに止められてですね、やめたんですけど、基本的に、注目型っておしゃれになろうとすると痛くなっちゃうんですね。で、この痛いっていうふうにやって、客席がゲラゲラ笑ってるんですけど、さて、注目型が痛いと言って、一見ディスってるように見えますが、大丈夫です。なんでかっていうと、たとえディスられてても注目型、あ、自分のことを話してると思って嬉しくなってしまうのが注目型だって話をしてたんですよ。で、それに対して指令型っていうのはですね、その自分の長所を強調する服を絶対着るんですよ。例えば女の人でですね、おっぱいが大きい人は必ず胸を強調する服を着てる。ウエストが細い人は必ずウエストが細いのを強調する服を着てる。このように勝つのが大好きですから、自分の中にある肉体的なもので何か人に一部分でも勝ってるところがあったら、そこの部分を強調する服を着ようとする。だから結果的に割とおしゃれっぽく見えるんですね。で、法則型はですね、それに対してですね、なんかその都市迷彩って僕は呼んでるんですけども、都市の中に溶け込むようなですね、割と地味な格好をしたりですね、もしくはトラディショナルですか、安全な格好をしたりすると。これはもう法則型がですね、人生を 60% の力だけで生きようとしてると。もう一生私は 100% になることはないと思いながらこう生きてるからそういうふうになるんですけども。で、理想型は個性的なんですよ。だ多分本当の意味のおしゃれって、理想型だけなんですね。自分に似合いそうで私はこういう人だってアピールするんですけども、そこがね、注目型とどこが違うのか、注目型が痛いのに対してこちらが個性的というあたりで、察していただきたいんですけど、これ割とそこでね、見分けつくなと思って、これなんか最新の簡単な見分けだと思ってですね、ちょっと今日は皆さんに紹介してみました。で、学生さんからですね、リアクションシートっていうのが来るんですよ。今日の授業の感想みたいなのを書いたのがですね、もう本当にちっちゃい紙にちゃちゃっと2、3行書いて、鉛筆で書いてるだけのものが来てですね、僕のところにそれが来て、一応全部700人もバーッと目を通して、面白いなと、一つね、すごく役に立ったのが、このやつに関して新しい視点が与えられたんですけども、これ、具体的、抽象的って言うんではなくて、数値的、感覚的っていうふうに言ったらどうですかって書かれて、それはすごいと。そう。これね、具体的、抽象的っていうよりは、物事をですね、数値的に捉えるか、感覚的に捉えるかなんですよ。やっぱり、みんなに好かれたいとか、本当の自分が知りたいっていうのは、すべて感覚的なんですよね。数値に置き換えられない。ところが、そうでなくて、それを数値に置き換えた欲望を持つのが、この左半分なんですよ。だから皆さんがですね、何か考えたり、何かしたいなと思った時に、数値に置き換えられたりする人っていうのは、この左側の可能性が高い。で、右側の方は、そうじゃなくて、もうちょっと自分の中のニュアンス的なものに、成功したいっていうものが、具体的にその成功っていうのは数値的なイメージなのか、もしくは抽象的な、こんな家に住めるとかですね。そういうふうなものになったら、こちら側だというふうに思ってもらえればいいんじゃないかなと思います。そこはね、やっぱり、何百人規模の人に一斉に話して一斉にリアクションもらったとき、やっぱ得られるもので、僕自身なんかすごい楽しかったです。で、この4タイプっていうのってね、僕も10年ぐらい
ですか、10年近くになるかな、ケアせずにもうほっといたんですね。もう思いついたのがだいたい20年ぐらい前で、で、その当時はこれ使える使えると思って一生懸命本にしたりやってて、で、最後に本にしたのがまあ10年ぐらい前なんですけども、その時から、やっぱりな、これすっごい使えるんだけども、なんか、伸びにくいなと思ってですね、まあ、割と人任せにしてたりしてたんですけどもですね、やっぱこれ久しぶりに700人とかに話して一斉に社会実験みたいなのやったら、ものすごい使えるのが分かったんでですね。で、あとですね、終わった後の質問が、もうほとんど全員、私は何タイプですかって来る、その人らばっかりなんですよ。で、僕その時思ったのが、もうほぼお前ら分かるわって思っててですね。そんなに前髪を伸ばしてるお前はもう法則型とか言えるんですよね。法則型以外にそんなに無意味に前髪伸ばさないよと。なんかその、自分を隠そうというところがお前法則だよとかですね。授業中にそんなにうなずくお前は注目以外にねえだろうとかですね。もうほとんど態度でわかるんですよ。だから、そこら辺ね、なんか自己分析、自己採点よりは、僕が見たらすぐわかる人が割と多いのですね。それやろうかなと思ってですね。人間が外向的か内向的かが縦軸です。上半分が外向的。外向っていうのは何かっていうと、外務省の外交じゃないんですね。何か、事件が起こった時に原因を外に見るっていうのを外交的と言います。つまり何かあった時にそれ誰がやったんだとかですね、それ何があったんだっていうのが外交的。そうじゃなくて反射的にそれは自分のせいじゃないかなっていうのが内向的ですね。だから皆さん自身が多分外交的か内向的かどちらかのベクトルを持っていると思います。で次にこの右左ですね。こちら側が具体的ですね。物事を考える時に具体的な例でほぼ考える人。そうじゃなくて、抽象的に考える人ですね。エヴァンゲリオンのですね、制作がクライマックスだった時に、三鷹の本屋さんで安野くんとばったり会った時に、安野くんがですね、本屋さんですごいいっぱいなんかこう本を探してるんですよ。で、どうしたのって言ったら、いや、なんかいいセリフがないんですよって言ってるんですね。で、心理学の本とかいろんな本をばーっと見ながら、なんかすごいいいセリフ探すと。そういう、なんだろう、セリフ、なんだろうな。例えばその、エヴァでもそうなんですけども、状況がどんどん複雑になっていったときに、キャラクターにどんなセリフを言わせるのかというのは、ある種の抽象的な言い方なんですね。山嵐の法則にしてもそうなんですけども。で、そうではなくて、あくまで具体的な、なんとかさんがこういうふうにしたのでっていう事件系列で語っていくのが、この具体的な考え方ですね。皆さんも、この4つのどれかだと思うんですけども、まあ、指令型の典型例がですね、ホリエモンですね。で、漫画で言うとですね、ドラゴン桜とかインベスター Z とかですね、今、モーニングでやってる系列の漫画、あと、カイジなんかもそうなんですけども、いわゆる感情を排して、人間の、勝利ですね、損得とかそういうふうなものに割り切れる考え方、これがですね、指令です。だから指令の人っていうのは大変リーダーシップがあります。で、反面人間味が少ないようにも見えます。ですね。はい。で、それに対して注目、こちら側はですね、まあ、ドラゴンボールみたいなもんなんですけども、キャラクターがどんどん出ていくんですけども、最終的にはですね、みんな仲良しになっていくんですね。なんでかというと、まあ、みんなが仲がいいのが一番楽しいという考え方ですね。だから、これ同じように外交的、つまり、他人が好きな人間なんですけども、指令型と注目型の大きな差は、注目はみんなが仲良くないと嫌なんですね。それに対して指令型、みんなが競っていて競争している状態の方が好きだと。だから、ちっちゃい会社やった時でも、指令型が作る会社っていうのは、個人個人に競争させるんですね。そうじゃなくて、注目型の会社っていうのは、みんなで飯食いに行こうっていうふうに言う。で、注目うぜとかですね、いろんな意見が出ると思うんですけど、それは皆さんがそれぞれどっかのタイプに属しているので、自分の隣のタイプの人間がものすごく鬱陶しく見えるんですね。だから、今の話を聞いてて、これ嫌だなというふうに思ったら、自分はその隣だと思ってください。で、全く理解できなかったら自分はその対象位置だと思ってください。例えばこの勝ち負けっていうのの指令が全く理解できなかったら、その人は理想の可能性があります。で、注目みたいにみんなが仲がいいというのが、あまり理解できなかったら、その人は法則の可能性があります。はい。で、注目、で、これがドラゴンボールですね。では、宮崎駿さんが位置する理想、
これ何かというと、まあ、手塚治虫なんかはね、典型例なんですよね。なんか、あまりに漫画で多すぎてですね、牛音虎とかですね、書いてるあの漫画家もですね、まあ、完全な注目型なんですけども、なんか自分の中に明らかに理想像があって、それはもう世の中の9割の人が理解できるはずがないっていうふうに思ってるんですね。もう全然違います。注目のみんなが仲良くできるはずだっていうのに対して、そうじゃなくて、みんなが仲良くできるはずなんかない。それは慣れ合いだと。そうじゃなくて、分かってる人間だけ分かればいいっていうふうに考えるのが、まあ、理想型です。で、法則っていうのは、ひろゆきが位置するところなんですけども、これ、池上彰みたいなもんですね。池上彰さんなんかも典型的にそうなんですけども、物事が分かるのが楽しいと。で、分かりさえすれば、それが損であろうが得であろうが全く意に介さないというタイプなんですよ。で、僕はですね、この法則に関しての説明がややちょっと分かりにくいのはなぜかと、僕自身がこの注目というところに位置しているので、どうやってもですね、この法則の人の語り方がまあ難しくなっちゃうんですね。で、それぞれの、まあ、キーワードみたいなもので言うとですね、例えば、まあ、それぞれを漢字2文字で表すとですね、指令型は、どうやっても、こう、これが、キラーワードになるんですね。勝利ですね。勝つか負けるかに二分類して、で、物事を考える。で、損か得かというふうに言ってもいいんですけども、要するに、勝ち負けがはっきりするのが好きなんですよ。で、その結果、多少の、なんだろうな、人間関係のごたごたは仕方がないと。まあ、指令型はですね、人間関係のごたごたはあんまり嫌わないんですけど、望んでるわけでも何でもないと。そうじゃなくて、勝つ者がいるんだから負ける者がいるのは当然だろうと。なので、そこでですね、あんまり優しくしてもしょうがないと。そうじゃなくて、負ける奴には負けるだけの理由があるんだから、それを研究して次は勝てばいいんだ。まあ、ホリエモンのメソッドなんかそうですよね。世の中には勝ち組と負け組がいるのははっきりしてると。で、俺は勝ち組だから勝ち組のメソッドを君たちに惜しみなく教えてると。まあ、金は取るけど、惜しみなく教えてると。なので、負けてる奴は俺がちゃんと教えてる勝ち組のメソッドをちゃんと読まないからだと。で、いや、俺にはそんなのがわかんなくて、わかんない奴にはわかるように書いてるよと。ただ単に努力してないからじゃんっていう、この努力不足を責めるタイプですね。これがですね、その勝利っていうのを市場、と思ってるですね、ホリエモンなどのですね、指令の考え方です。かっこいい。そうですね。じゃあ、それに対してですね、次、ぬるいですよ。俺のいるですね、注目型です。もうね、この勝利に比べたらですね、なんてぬるいことになるんだろうということですけど。仲良しですね。注目型の好きな世界観っていうのは仲良しなんですね。つまり、みんなが切磋琢磨して競争しててもですね、その中で勝つものと負けるものが出たらもう嫌なんですね。僕昔からですね、何人かでゲームしてですね、いつも同じ人が負けてたら、わざと手を抜いて負けようとしちゃうんですよ。山脇も慎吾もわかるよな、この気持ち。つうのはもう別に俺が負け役になってもいいから、同じ人ばっかり負けてんのを見るのがいたたまれなくなって、そう、ああ、わかるって書いてますよね。そうなんですよ。こういうふうにですね、みんなが仲がいいのがいいから、誰か一人だけが負けてるとか、誰か一人だけが貧乏っていうのが嫌なんですよ。その貧乏に対してホリエモンみたいに、貧乏な奴は努力してないからだ、努力しろって言うんじゃなくて、もう、一時の安らぎでもいいから1000円ぐらい渡したくなっちゃうんですね。はい。まあ、これがですね、注目型です。はい。で、じゃあ、宮崎駿さんがいるですね、庵野秀明君もそうです。弟子筋のいる。富野義行は何なのかという答え、質問がしてあらかじめ言ってみますけど、あの人は気違いですから、わかりません。多分理想だと思うんですけども。理想型はですね、真実です。はい。この真実っていうのはですね、なんかその理想型の人にしか見えない真実かもわかんないんですけども、真実とかあとコメントで今正義って流れましたけども、正義でもいいんですね。とりあえずそれがあって自分もまだまだそこに届かないのはわかっているけども、それに向かって努力しなければいけない。で、それは大多数の人には理解できるはずもないし取り入れられるはずもないんだっていうふうな考え。まあ、だから宗教家とかになったらすごく偉い人になることは
慣れたりするんですけれども、ただ単に道を間違えると頑固じいさんになったりですね、おっかない近所のじいさんになったりすることがありますんですね。理想型が好きな言葉、キラーワードは真実です。では最後のですね、法則です。ひろゆきくんがいるところですね。ひろゆきくんにとってのキラーワード、多分ね、もう意識すらしていないですね。意識すらしていない、キラーワードは自由です。自由とは何かっていうと、何かに捕まらないことなんですね。なので、結婚しても何も変わらないことが分かったから結婚したっていうのは、まるで女の子から聞いてるとですね、自分の中で、落ち着きどころが見つかったとか、結婚しても自分というのが変わらないことが分かった、だから彼女と結婚するんだよというようないい話に来るんだけど、そうではないんですよ。結婚しようとか何しようか、誰も俺を捕まえられないことが確認できたので結婚するというのにこう近いんですね。なのでひろゆきって今世界中をこう旅してるんですけども、家にいちいち帰ったりしないんですよね。そうでなくて、旅する経路に嫁さんが待ってる家があれば寄ったりするという程度ですね。いつ帰ってくるとかもう本当にあいつ約束しない。で、番組の出演とかがあって、約束するんだけど、もうね、本人が意識的に努力して一生懸命にいい加減をやってるんですね。何時から本番って言ってもまず間に合わない。ただ、これまで俺、ひろゆきと3回待ち合わせして、3回ともあいつ遅れなかったから、僕の中でのひろゆきの信頼性ってすごい高いんですけども、どうもあらゆる現場でひろゆきは来ないとか、ドタキャンとか、寝過ごすとか、連絡がつかないで有名な男なんですけど、それは何かっていうと、彼の中で自由っていうのが、まあ、あまりにですね、大きすぎるからですね。自由っていうのは、束縛から逃げる、逃走と書いた方が、ひょっとしたら放送型的には正解かもわかりません。自由を求めるっていうような理想型の求め方ではなくて、あらゆるものから逃走であって、結果自由であるという結果としての自由。やってることは逃走かもわかんない。それが、ひろゆきですね。じゃあ皆さんはですね、どのタイプなのかですね、ちょっと考えていただきたいと思います。一応ですね、各タイプのですね、漫画にしたものがあるのでですね、これをちょっと見てみてください。司令型は勝ちたい、負けたくない、上に行きたい、他人を思い通りに動かしたい欲求が強いです。反対に負けるのが大嫌い、仕切り屋気質で具体的決断が早いです。そうですね。アニメの対談してる時でも、ホリエモンはですね、僕に仕切られると我慢できなくなって、そんな話よりこっちの話をしようという時にいきなり仕切り出しました。能力の差、社会的地位や序列を重視して、序列を無視したり、損失に対して敏感で怒りやすい。これが、司令型です。次は注文型。人に好かれたり嫌われたりすることに強い欲求がある。甘えん坊で人情的でおせっかい焼き。その場の空気をとても大事にしますが、大事にするあまり疲れてしまったり、安請け合いをしてしまって失敗しがちと。無視されることをとても嫌がります。これ僕ですね。はい。法則型です。物事を言語化したり、因果関係を特定して理解し、全体を把握して安心していたい。何を言ったのか分かんない。何言ってるか分かんないとかありますか。それが法則です。分からないことが一番不安で、嫌われても負けても理由が分かっていればそれでよしと。まあ、嫌われようが負けようが理由が分かればいいと。理由も分からないのに勝ったとか、理由が分かんないのにあなたのことが好きですと言われても、すごいストレスがあるのが法則型です。自己主張よりも観察する欲求が強くて、感情表現や、それが、感情表現とかそれが重視される恋愛等が、まあすごい苦手です。はい、最後、理想型です。自分の理想像のようにできるようになりたい。何かできるようになりたいタイプなんですね。心の中の基準を重視し、周りとずれたりすると、理想に共感してくれる人を弟子のように捉えたり、理想像に到達している人を師匠と仰ぎます。自分の気持ちやこだわり、大事に思っていることを分かってほしいと心の中でいつも思ってます。で、まあ大体こういうですね、当てはめをするとですね、どんな反応するのかで、こう、4タイプ分かってしまいます。なんか怪しいと疑う法則型ですね。ああ、この説明私のことだと早がてんしてですね、自分のことだと思って喜んでしまう注文型ですね。で、人をそんな型にはめないでって、人間は型にはまるはずがないと反発する理想型ですね。で、あの人はどうかな、これ使えるわねって、使える部分にだけ着目する利用法を考える司令型ですね。こんな感じですね、皆さん、自分でですね、今この、話を聞いたときに、どういうふうに思ったのかでですね、考えてみてください。法則一番多いのは当然でですね、実はバイアスがあります。これ注目の人はほぼそのままで間違いないです。で、自分を理想とか司令と思っている人もほぼそのままで間違いないと思います。
で、ただしですね、バイアスがあってですね、バイアスというのは偏りのことですね。司令の人は自分を法則と思いがちなんですよ。で、理想の人も自分を法則と思いがちなんですね。なので、法則がいつも一番多いんですよ。半分とは言わないけど、三分の一ぐらいは実は理想かですね、司令のどちらかだと思います。というぐらいに考えておいてください。ただ、自分自身の判定は一番難しいし、なんだろうな。あまり、実は重要ではないです。他人が自分から見て何かとか、周りにいる身近な人が何タイプなのかというのを考えるのがですね、この4タイプの、ポイントですのでですね、自分の周りの人が何タイプなのかというのが分かればいいです。最終的に自分が何タイプなんだろうかというのは、何人も何人も人を当てはめてると、ようやっと分かってきたりします。人間関係が、まあ、新しくなるとですね、この人どんな人なんだろうと分かんないとか、あと、新しくならなかった、部署が変わらなかった、また今年もこいつと一緒か苦手だなっていう、なんかこういう悩みがよく出てくるのが4月で。で、5月になるとそれをこじらせて5月病っていうのがよくあるんですけどもですね、そういう時に使ってもらいたいのはですね、僕が提唱する4タイプっていうですね、人間関係を見極めるツールです。4タイプというのはですね、考え方や好き嫌いの傾向なんかをもとにですね、人間を大まかに4つに分けるっていうですね、シンプルな分類法で、科学的根拠は一切ありません。人間のですね、分類方法というのは血液型もそうですし、星座もそうですし、あとなんだろうな、まあ、海外から来たやつも何もかもですね、すべて科学的根拠ないんですよ。なので僕も科学的根拠はありませんっていうふうにこう言ってるんですけどですね。だからまあ、使えるんだったら自分で使ってみてください。ただ僕はこれを20年以上使ってですね、めちゃくちゃ応用範囲多くて使えるなと思ってます。この4タイプっていうのは使ってなんぼなんですよ。だから、とりあえず聞いてみて、ふんふんって言って、まずは他人に当てはめてみる。家族とかですね、ごく近い人ですね、昔ので知り合いでもいいんですよ。そういう人に当てはめて、あの人何タイプじゃないかっていうふうにですね、考える。これが使うことなんですね。で、そうすると、どん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 わかりやすく、なんであの時こうなったのかっていうですね、謎が解けていきますね。ぜひともですね、そのちょっと快感を味わってみてください。みかんさん、女性20代です。岡田斗司夫さんの4タイプ性格診断を知って、周りの人間を当てはめた結果、本当に4タイプに分かれていて驚きました。私はこのタイプ別の復縁方法が知りたいです。私はおそらく注目型、元彼が法則型です。付き合うときは元彼から交際を申し込まれたのですが、未来の約束、結婚を迫ったり、依存してしまって数ヶ月で振られてしまいました。ああ、なるほどね。なるほど。なんか未来の約束をしないとか言われてるのに、元彼に結婚迫っちゃったり依存してしまって数ヶ月で振られたと。その後、連絡を取るもセフレ化したり、交際を迫ったりしてしまい、都合のいい関係を何とかしようとしばらく連絡を無視したりしていました。おー、はいはいはい。しばらく経って再度連絡を取ったところ、元彼の反応はとても冷たくなっていました。この時点で別れて1年が経っていますと。まあね、他人の失恋じゃないんですね。恋愛で相手をいろいろしようとしてうまくいかないって話は、何か心躍るものがありますよね。もう、なんだろうね、この楽しさが。本当ごめんなさい。みかんさん、ちゃんと後で考えますから。岡田さんの4タイプ診断で元彼が法則型と知り、してはいけないことのオンパレードだったと後悔しています。ここからの法則型の復縁方法をご教授くださいということです。法則型っていうのはですね、まあ僕の話してるんですね、人間の4タイプというやつですね。何か問題が起きた時に外側に原因を求める外向型か、自分の中に原因があるんじゃないかと考える内向型という上下に分けるのと、あと物事を具体的に考える右側と抽象的に考える左側というふうに分けて、まあこの十字のですね、座標軸で注目型、指令型、法則型、理想型というふうに分けてるんですけど、まあ詳しくは岡田斗司夫の4タイプで検索してください。そしたら出てきます。で、多分ね、みかんさんね、自分のことね、注目型って書いてるんですけども、注目型がこんな相手に嫌われるような駆け引きをするはずがないんですよ。注目型がやるのはひたすらご機嫌取りなんですよね。なので、みかんさんね、指令型なんですよ。例えば、その、相手の連絡を無視して、都合のいい関係を何とかしようと連絡を無視したりとかね、そういう駆け引きやってるじゃないですか。それって相手をコントロールしようとするのは司令型の特徴なんでですね。まあ、司令型の特徴というのは恋愛の時には駆け引きと勝負、勝ち負けなんですね。で、司令型から見て法則型の人っていうのは優位にあるって僕は呼んでるんですけど、つまり、
何か神秘的で偉そうですごく見える自分みたいに、なんか目先のことにアクセスしてなくて、で、なんか物事の本質を見極めているように見えるので、どうやってもですね、みかんさんから見てその元彼の人は、司令型から見る法則型ゆえに手の届かない存在なんですよ。で、司令型特有の相手をコントロールしようとして駆け引きやろうとするんですね。で、この駆け引きは理想型とか注目型、僕みたいなタイプには、ある程度有効なんですけども、法則型に対してはですね、全く意味をなさないというか、少なくとも相手も自分に好意を持って付き合っている時だったら、その駆け引きというのは多分見透かされてるんですけども、可愛いなとか、あ、わかった、できる範囲で相手にお前に合わせるよっていうふうに付き合ってくれてるんですけども、別れて1年が経った法則型っていうのの、冷たさを舐めちゃいけませんぜっていうかですね。法則型ってそんな好きになったり、なんだろうな、すごく惚れ込んだりしない一方、相手がいなくなると虚無感になっててですね、なんかしんどくなったりするんですよね。で、そうなると法則型って感情の上下自体が嫌なタイプなのでですね、感情が上下しないように、その人のことを忘れよう忘れよう忘れようとするんですよ。いなくても大丈夫にするので、結果冷たくなっちゃうんですね。で、とても冷たくなってるということは、割とね、もう遅いんですね。遅いというか無理なんですよね。なので、みかんさんの敗因は、まあ、いろいろやっちゃったことなんですけども、注目型と現在自分を思ってるから、注目型だったらですね、こんなに好きだ、まだ好きだ、未だに好きです、あなたの喜ぶことは何かしたいわ、したいわっていうのをずーっと言ってるはずなんですけど、全然やってないですよね。そんな注目型はいませんのでですね、諦めるのが本当に真面目な話いいと思います。司令型の恋愛観ってはしごなんですよ。はしご。つまり、あ、この人素敵、私には手が届かないっていう相手をガッと掴んだと思ったら自分の目線にまで引きずり下ろして、やった、付き合えたって言ったら、そのうち次のもっとすごい男が見えてきて、ガッと掴んで、前に掴んだ男ははしごですから足で踏んで、ぐっと登るっていうですね。こういうこう、上昇行為が、はしごを、今までの男を踏んで次の男に上がるという上昇行為が、司令型のその恋愛の特徴なんでですね。これ女性だなって書いてあるけど、違います。司令型の女性です。で、司令型の女性が、これえげつなく聞こえるかもわかんないですけど、これね、僕らが司令型と違うからです。司令型の人は今男女ともに、それが当たり前でしょ。確かにそうだと思って聞いてますからですね。そうやって次々と付き合う相手を上げていくわけですね。だから、世の男性が憧れる女子アナとかですね、あとタレントアイドルで勝ち残ってる人って、アイドルって注目型が最初多いんですよね。なんですけども、最終的に残るのは司令型なんですよ。だから、まあ、アイドルとかに惚れたりですね、憧れたりするのもいいんですけども、基本はこの、はしごの人だと思ってください。だから、アイドルや女子アナと付き合いたいんだったら、偉くなるしかないんですよ。偉くなるが一番本当に確実な方法ですね。はい。というわけですいません、みかんさん。復縁は無理だと思うので、もっと上のはしごをですね、探してください。今回の動画はいかがでしたでしょうか。ご意見や感想はコメント欄までどしどしお待ちしております。